これだけ感動したのはいつ以来だろうか。ところでこの町で殺人事件があったんだってな。マジで？へえ。アナウンサーにインタビューとかされた？ドンパチだろ？マジかよって思ったけど。変な病気といい、妙にバタバタしてきたよな。おお！ちょっといいか。マジってちゃんと使い続けてる。でどうよ。俺もダメ。クソ、クソ、なんでダメなんだよ。全然変わりゃしねえ。意味ねえよあんなの。なあ、まあな。なあ。忘れるかよ。お前はまだ余裕があるみたいだな。そのうち国見にも分かるようになるよ。俺の感じている焦りがどんなもんか。ヒロッチ、マジで政治家になった方がいいよ。な、何？急に。じゃあ、カズハちゃんのクラスでもそうだったってこと？
ファンクラブができそうな勢い。今時学園のアイドルみたいな。政治家からアイドルって随分な落差だね。チカ子ちゃん呼んでくるね。ちょっと筆舌に尽くしがたいかな。ちょっと表現不能な前衛芸術のような。珍しいね、エマちゃんが冗談言うなんて。冗談じゃないですよ。ただいまっと。今日は午後から来るんだって。なんかね、そういうこと多いらしいよ。病院に寄ってから登校するって。体弱かったんでしょ。完全に健康ってわけじゃないみたいだね。そうなんでしょうね。そっか、なかなか難しいもんだね、体のことも。双葉の場合は骨を折っただけだったからそれほどでもなかったけど。だけって言っても大怪我だったけどね。ありゃ曇ってるね。道理で寒いはずだ。教室の中にいたんでしょ。寒さなんか感じる？うん、微妙に違うよ。骨に響くって感じ？私も感じるかな。寒がりね。スカート短いしね。短い人は本当に短いもんね。学校にもフェミニズムの波が押し寄せればいいのに。みんなズボンになるの？男はみんなあくまで悪鬼で羅刹だみたいな。あれ、チカ子ちゃんじゃない？信号って感じ。あなたを愛してるとか。ハードボイルドだね。葵さん戸惑ってるみたいよ。千尋が奇妙な動きするから。あれりゃ、この購買よりは美味しいと思うんですよね。いろいろあるもんね、最近のお弁当って。そうなんですか。うん、ほら、どうしてもお母さんが忙しい時があるから。私、コンビニのお弁当って食べたことないです。嘘、マジで？うん、お店で出前取ったりとかもほとんどしないし。それで何食べてるの？草とか？だから料理して。ああ、草を。草から離れてよ。すごいね、エマって。そっちの方が美味しいし、
健康にもいいし。京介ちゃんと結婚する女の人は大変だね。いや、エマと比べられたらってこと。何かあったんですか？見なかったんですが。え？そうだったんですか？それは怖いですね。サンデーのこともあるし、ちょっと変ですよね、最近。サンデーの方はどういうことなのかまだわからないんでしょ？それはそうですけど、一応調べてみてくれるようお母さんには頼んであるんだけどね。それとは関係ないですけど、病院でもベッドが埋まってきているって話耳にしましたし。ベッド？クラスでも休みの人が多いですからね。その関連かもしれないです。キッズレッ、警察の生徒のための窓口として頑張ろうかな。警察の生徒？あ？警察って何？千尋ちゃんが歌歌ってて、警察の歌なんだって。後で調べよう。それで今日はどうするの？じゃあ京介も辞書で調べておいてね。はいは1回です。お疲れ様です。ホタルや雪を明かりにするくらい勉強熱心ってことです。でもみんな勉強してるかっていうとそうでもないみたいだけどね。学校の図書室なのに漫画置いてあるんだもん。しかも目に見えてボロボロ。どうよその熱心さ。まあね。けれどどうして漫画なんか置いてあるんでしょうね。歴代図書委員もそんなに真面目じゃなかったってことかな。
ちょっと失礼しますね。確かに眠くなってきてしまいますよね。私もさっきからあくびが出てしまって。今日の授業の分ですね。友達から借りたんです。さっきからちょっとつまずいちゃってるんですよね。国見くんのクラスではもうやりました？ああ、そういうことだったんですか。どうもありがとうです。そうですけど、そうですか？まあ、借りられるだけでもありがたいですからね。薬が手放せないんですよね、ずっと。予約制なんですけど、それでも待たされることが多くて。あの病院、いっつも混んでるんですよ。私、料理をしちゃいけないんですけど、それもそのせいで。千尋さんみたいに手を怪我するかもしれないじゃないですか、包丁使うと。それがダメなんですよね。もし血を流したりすると止まらなくなってしまうんです。私、手術の影響で血栓ができやすくなっているんです。それを防ぐための薬で。だから怪我をしたりすると出血が止まらなくなるんです。けれどそれにさえ気をつければいいだけですから。だからですね、手術をする前から習慣づけるようにって言われてました。生まれた時からの当たり前の習慣、強制しなくちゃならないからって。運動もできるようになったし、手術をしたこと自体は良かったと思います。ただ間に合わなかったのが残念ですね。智久やみんなと一緒に遊ぶこと。